の未来です今日は雪の中の中を紹介していきますこの本は冬の寒空でうさぎが見つけた一つのりんごを動物たちがみんなで力を合わせてとるお話なんですけどこの絵本で友達と協力して何かを成し遂げることだったり達成感を疑似体験できる心温まる絵本です。 誰かに何かお願いする場面をこの絵本を通して息子に教えてあげられたとてもいい絵本でした息子はね絵本を読んだ後に絵本の誰かになりきるんですけど今回はねまさかのリンゴになりきる息子だったんですでジャングルジムに登って「ママ取りに来て」って言うんですで息子は「誰役?」って聞いたら「リンゴ」って言うんですねで リンゴをね私が取りに行くと逃げるんです息子りんごが息子は取られてたまるかって言いながら逃げていくんですけどそういうなんかりんごの気持ちを疑似体験して楽しんでいた息子でした。